プリコネ童話、キャルデレラ。昔々、あるところに貧しい一人の女の子がいました。名前をキャルデレラと言います。キャルーン。ある日、舞踏会の招待状が届きますが、貧しいキャルデレラは着ていくドレスもないため舞踏会に行くことができません。シクシク。落ち込むキャルデレラの前に魔法使いフェアリーコッコロが現れました。あらったま、きよったまと、フェアリーコッコロが魔法を唱えると、綺麗なドレスとかぼちゃの馬車が出てきました。キャルデレラは馬車に乗ってお城に出発します。ドキドキワクワク。お城に着くと王子様に声をかけられました。マイプリンセス、俺と踊らねえか。やばいぜ。そう、この国の王子、プリンスペコリーノが現れたのです。お断りにゃー。そうキャルデレラは叫んでお城から逃げ出してしまいました。綺麗なガラスの靴を残して。俺になびかないなんて面白え女。めでたしめでたし。どこがよ。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオを聴きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオを聴きの主様、おいっす。コッコロ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さん、ぶっこおいっす。キャル役立花梨花です。今回のオープニングショートドドンドン、コント台本はプリコネームキャルちゃん尊いさんの投稿でした。いやいやいや、キャル、面白い女、キャルデレラキャルデレラ、王子の癖が強いぞやばいぜやばいぜやばいぜ、俺と踊らねえかやばいぜやだよ、面白い女、手を取れやばいぜ全部ゴミにやばいぜつく。プリンス怖いな。おいお前、これを履いてみろ。合うじゃねえか、やばいぜお前だな。連れてからパカラパカラってやられそりゃ仮面も被るわ強いな。いやでも可愛かったですね。ちょっと他の話も気になりますね、プリコネ動画、ね、そうです ね、シリーズ化できそう、うん、確かに確かに。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いしますさて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第248回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。では今回の番組前半はみんな大好きこのコーナー、プリンセストーク。いつもはオープニングで1通だけ紹介しているコーナーなのですが、はい、楽しい投稿がたまったのでまとめてご紹介します。イエーイ。皆さんも私たちと一緒に妄想想像しながら楽しんでください。ヒューヒュー、来たぜ。前回は10分かかりました。いつにいつ今回もでしょ。そうだ、2時間特番ぐらいやらないとやらないといっぱい来てますよ。じゃあ早速いきます。プリコネームニララさんからいただきました。ありがとうございます。美食殿の皆様、おいっす。おいっす。突然ですが、自分がプリンセスに腕枕をしてもらえるなら誰がいいですか。ほう、宿女の皆様なら健全なトークにしかならないはずなので問題ないですよね、ということです。間違いないですね。そうか、宿女であることは間違いないですからね。もう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 、腕枕をしてもらう、してもらう、プリンセスたちに。うわー、してもらうか。ちょっ
うしよう。どこれ。こんなほちょい腕に。ほちょい腕に。でもみんなバンバン戦いますからね。確かにね。筋肉はあるのかもしれない。わランファとか。あいいですね。あの子守歌とか歌ってくれないかな。いいな。いいな。そうされたらもう寝たいけど寝られなくて、うん、もったいない寝るのがって、うんうんうん、どうしよう。でもさでもだよ。美里さん、わわいいですね。もう間違いない間違いないからな。癒されちゃう。いいわー癒されちゃう。美里先生だってね、腕枕だけじゃないじゃん。おっと待ってくださいよ。なると話が話が変わってきますよ。危ない危ない。してもらう側ってことか。うわ、うん、あでもする側とかもいいんじゃないですかね。あもう誰でもするよ、ね、誰でもするよ。そんなのするために鍛えます。あでもやばい、あのする側になると本当に止まらなくなるよ。する側だとだって自分の腕の中にいるんだよ推しが。いい香りのいい香りの香りいい香りの宿女とは。うわ、待って、クロエ、クロエの腕枕も捨てがたい。うわいいな。ぜひあの体操服姿、いやでも寝る、うん、謎だな。寝る時に体操服姿、腕枕寝るって考えるともしかしたらパジャマも見られる、見られる、って考えると真帆さん、うわもこもこねえ、もこもこ着てほしい。ふわふわに着てほしい。いいなぁ。イオさんどうなるんだ。うん、ご健全なトークにしかならないはずって書いてあるから。すいません大丈夫よ。あとじゅんさん、あ、じゅんさんもやっぱいいですよね。どっち、鎧バージョン。痛いな、痛い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 、刺さる痛いってなる。重い刺さる痛い、なりそうだな。じゅんさんもね、うわ悩ましいな。やっぱやっぱミミちゃんで枕したいな。ああいいですね。してあげる側、してあげる側、うんうん、でギュッてしてあげたい。あれ、えお、あれよ、事案ですか。うん、大丈夫、大丈夫なやつだな。ギュッてしたい、ギュッてしたい。わかる、とてもわかるぞ。あ、キャルちゃんに腕枕してなんかあの寝てる時に耳がピュルルルルってなったりするのを見てたいし、それを見てツンツンってシューってなってるのを見てて、かわいい、かわいい、絶対にかわいい。むにゃむにゃむにゃしてほしい。起きろキャル危ないぞ目の前が逃げて、逃げて、うん、じゃあ次行きますか。お、はい、プリコネームアテムさんからいただきました、ね、ありがとうございます。梅雨の時期ですね。ジメジメして嫌な時期ですが、きっといいこともあるはずと思い、こんなトークテーマはどうでしょう。傘を忘れて雨宿りしている時に、よかったら一緒に入る？と声をかけてもらいたいプリンセスなんてどうでしょう。そのまま一緒に帰るのか、強がって断るのか、プリンセスによっても違うと思います。うわなるほど、いろんな楽しみ方があると。声をかけてもらうけど、けど受け入れるか否かは、否かは自分自身、こちら次第。あ、うわ、よかったら一緒に入る、よかったら、あんなにあえて声をかけてもらって、うんうん、あの我が何がしを遮る何がしに入らないかって言われつつ断るって言って帰る。だが出た、で、だが断る、だが断る、だが断る。あんなポカンみたいなね。もしかしたら、あいつはすごいってなるかもしれない。逆に、ね、私のこれを断るだとってなるかもしれない。いやもう普通に考えたらレイさんとかなんだよな。傘似合いそうですもんね。かっこいいんだろうな絶対。スッと入るかって言ってくれる。もう頬染めていい。はい、喜んで。ゆいちゃんもいい。あ、ゆい。王道。本当にね。そう。ほっぺたちょっと赤くして入る？小首かしげて上目遣い。うわー、言ってほしい。私の方が身長が高い設定です。最高です。入る？って。ゆいゆいゆい。いいな。悩む。傘。傘も多分ビニールのこと、柄にこだわりのあること。あー。いるんだろうな。初音に、わ初音に、うんうん、
こ傘入るって言われて一緒に浮きたい傘で空飛びたい傘で空飛びたいあいいねそれふわふわいいわねわーいいな傘って、続いていってみますか、はい、プリコネームしそっぱお兄ちゃんさんからいただきましたありがとうございます、美食伝のみめうるわしいお嬢様方こんにちはあらこんにちはこんにちは断層ネタを送っていただきたいとのことで私も爆弾を投下したいと思いますそれは王子様衣装を着せたいプリンセスですねいかがでしょうかと、まあ、冒頭でもプリンセスペコ出てきましたからね、はい、そうね王子様衣装あ王室っぽい感じおロイヤルロイヤルだったらちょっとチカさんとかなんかすごいわお育ちの良さそうな品がございますよございますね、うん、チカチカいいよいいじゃんチカいいぞスッとしてていいな出会ってしまったなうん私みそぎちゃんにかぼちゃパンツ履いて斜めに王冠かぶって最高やないか それだねあのちっちゃい頃にあのお前は僕と結婚するんだぞみたいなの庭裏庭でやってほしい裏庭よくあるやつそれだ手作りの草冠だうわやってほしいよ天才がいた天才だそれだそれだよそれだ悩むな、でもやっぱりイメージとしてイリアとかは、うん、おいつもの感じあの赤とホワイトの感じで似合いそうちょっと派手なゴージャスなゴシックというかゴージャスというかあーいいなったらそれいいな違和感仕事しない感じでラビリスタさんは似合いそうですよねあもうだってメガネと王子メガネの王子ですメガネの王子メガネの王子パワーワードすぎるないいぞそのメガネが外れる時が楽しみだ本当に本気だぞ本当に本気だぞ怒らせたなってなっちゃうんだぞかっこいい守ってほしい、どうしようこんなの好きになっちゃうよ好きになっちゃういいなはかどるな次行きますか行きましょうかプリコネームオクラハマミキさんからいただきましたありがとうございま す, います。美食殿の美しいお姉様方ごきげんようあらごきげんよ う, んよう。さて第244回の断層スーツトーク最高でしたこちらこそこちらこそありがとうございますありがとうございます、そこで私も皆さんの妄想の火種に点火してみたいと思いますみんな点火するみんな点火してくるズバリ男装の学生服姿が見てみたいプリンセスはいかがでしょうか、はあ、ブレザーと学ランどちらでもいいですよ制服男装女子いいですよねいいですよいいですよ最高やないか最高やなもう学ランがいい学ランがいい待って秋野さんに短ラン来てほしい短ランがいい短ランがいいよあのあとあのズボンもあのダボっとしてるあれなん80年代ぐらいのダボッと下ダボッと足首のとこキュッてしてるやつキュッてしてるやつにしてほしいです、うんうんうん、似合いそうおーかっこいい確かに確かにサレーさんにあの長蘭何その不良コンビみたいななんでこんなしてほしいようわー、かわいいけどなーなんかそんな二人を見てみたいですね確かに普段高貴な分ね、うん、逆にやんちゃな制服が見たいかも見たいブレザーで小学生のまたまたあらあらまたこれ燃料が注がれましたあのなんかちょっとお育ちの良さそうなお小学校のお制服、うん、お制服うーわーうわーで断層うわ あの黒の帽子付きのあのいいところの小学校の制服で京香ちゃんうわ帽子いいです良い、はい、いいですね帽子あのリボンですわリボンですいいねあのなんてリボンねあのサスペンダー付きではい好き
あの短パンじゃないですか、はいはいはい、黒のソックスに間違いない、うん、黒のあの可愛い靴、クックのなんかちょっと可愛い丸みのあるのやつがいいな。完璧だな。完璧やないか。いいな、ランドセルもね。いいな、ランドセルもちょっと、ランドセルもちょっとおしゃれな、気になる真っ黒の、うわいいなやつ。いい、私日和にブレザーで、はい、ブレザーだけどブレザー着てなくて、ワイシャツで長袖ワイシャツだけにしてもろて、もろて長袖ワイシャツの袖でめくりまくり、うん、めくってもろて、もろてチェックのパンツ、あーいいですね、わかる、チェックのパンツに、のスクバ、スクバ、スクバあのエナメルのバッグ、あーはいはいはい、スクールバッグ、スクールバッグのエナメルのやつ、なんだろう、サッカー部が持ってる、あ、そうそう、スポーツ部が持ってる、スポーツ部が持ってるエナメルの大きいバッグ、はい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 、わーいいですね、あーいい、がいいな、でレモンティーを片手に持ってる、わーいいー、カビバッグのレモンティー、バリバリスポーツする子だ、でゆきくんにダボダボのセーター着てブレザーで、でなんか僕って可愛いでしょっていうので言ってほしい、もう分かってる、全てを分かってる、ちゃんと分かってる、僕が可愛いの分かってんだ、うん、チェックのズボンでお願いします、ここもチェックのズボンがいいです、あざと系男子、あざと系男子、あのあとなんかあの棒付きの飴とかをずっと、わーいい、持ってるし、真昼とか意外とお笑い好きだから、うんうん、モテそうな気がするんだよな。確かに。ブレザーで、あのシャツじゃなくて下にフード付きのパーカー着ていただきまして、ちょっとあの先生にも怒られつつだけど、うんうん、こうギャグで笑わして逃げるみたいな。わあいい。一番モテるやつ。なんかちょっとこう、いいんじゃない？ヘアピンとかつけちゃって。さあ。いいじゃん。パーカーでぜひおしゃれ着こなしをしてほしい。うわあ。わあ。たまらない、大変だ、止まらないよ、大変だ、制服っていいよな、制服っていいな、終わってくれってきました、制服っていいな、以上今回の番組、前半はプリンセストークをお届けしました。私たちの妄想はかどるお題、投稿お願いします、お願いします、お願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをできちゃうのかな、どうかな、最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート1、ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ストーリーイベント情報です。現在ストーリーイベントトゥインクルサマーゲーム夏海にきらめく3つの思いが開催中です。サマーバージョンのトゥインクルウィッシュの3人が活躍しますよ。またストーリーイベントを進めるとサマーバージョンの日和ちゃんが仲間になります。そして今回はミニゲームかけろとこ夏アルティメットビーチフラッグスが登場、うん、条件を満たし獲得できる報酬もあるのでぜひプレイしてみてください。アップデート情報です。6月30日からイベントクエストのオート進行機能が追加されました。こちらはまだクリアしていないイベントクエストをオートでプレイできる機能となり、操作を行わなくても次のクエストに進み快適にストーリーイベントを進行できます。ぜひ活用してみてくださいね。星6情報です。7月6日に美里さんの星6才能開花を開放予定です。星6に才能開花するとステータスだけでなくユニオンバーストも強化されますよ。ぜひ美里さんをさらにパワーアップさせてくださいね。また同じく7月6日にメインクエストベリーハードファスキア森林南部 32-2 を追加予定です。 32-2 では美里さんのピュアメモリーピースを獲得することができますので、ぜひ挑戦してみてください。以上プリコネインフォメパート1でした。パート2でもゲームの最新情報をお届けします。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お届けしましょう。プリコネームエスプレッソショット視聴者さんからのリクエストです。ストーリーイベント絆つないで心結んでエンディング曲こっころ CV 伊藤美久で心思い。暮れゆく夕焼け空見上げながら二人で一番星
コネチャンネル二大分。では今回の後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店の特集です。イエーイ、楽しい。早速プリコネームレモンジュースさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。店員であるはずのゆかりさんがいつの間にか隣で麦酒を飲んでいる。通う、うん、喫茶とは確かに確かに居酒屋。続いてプリコネームニララさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。メモリーピースのおまけ付き、カリンの喫茶店、支払いはジュエルのみ対応。ジュエルのみか、カード使えないんですか。厳しいな。でもメモリーピースのおまけ付きか。いや、普段とあんまりやってることが変わる。はい、続きましてプリコネームコッコロ大好きさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。しずるお姉ちゃんが来店したお客さんを弟くんと呼んで、頭をなでなでしたりギューしたりしてくれる。これは大丈夫なお店ですか。お、やん、けど大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、頭突きとかはない。大丈夫、あるかオプションでオプションか続きましてプリコネームゆうがごとくさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。入店時シフィーがおかえりお兄たんとお迎えしてくれる。いいやん、いいカフェやん、いいカフェやん、最高やん、うん、これ絶対かき氷とか美味しいお店だろうね。続いてプリコネームペコリーヌの笑顔は僕の光さんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。京香ちゃんが明るい声で、おかえりなさい変態不審者さんとお出迎え。なあ、これ通い詰めてしまう人が増えそうですね。これはお迎え台詞シリーズがね、いいですね、いいですね。続きましてプリコネームゆうきさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。メニューの最後にそっと、てこ盛りできますと記されている。かわいい。これ絶対の爆盛りメニューってやつですね、はい、食べきれないやつ、すごい山盛りのやつ、挑戦者求むだな。続きましてプリコネームみなずきさんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。30回来てくれた特典として、コッコロが1分間膝枕して褒めてくれる。なお30回到達したら1から再スタート。これも通わないといけないですね。1分間膝枕して褒めてくれる、褒めてくれる、1ヶ月に1回は、1ヶ月に1回行けば、1回行ったら30回だ、次の月の1日、毎日行けば月1で受けられる、うん、月1でいいな行くな、はい、これ続いてプリコネームカレーは飲み物さんからの、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店。来店時は勝手に空いてる席に座ればと塩対応だが、帰るときはもう帰っちゃうの寂しいと猫なで声で言ってくる、ギャルのツンデレ喫茶。いいな、ええー、やん、寂しいって、まあ、なんか嘘や、いるいるいる、でもいる、でもいるって言ったら、まだいるのってかわいい、自分の中で寂しいんでしょって言って仲良くなりたい、うわー、いいな、いや本当にもう他にもたくさんありがとうございました。ありがとうございました。以上プリコネ大喜利でした。現在募集中のお題は、あのプリンセスが劇場版の主役に、どんな映画になる、プリンセス喫茶プリコネカフェオープン、どんなお店です。
そして継続するお題はゲストさんがいらっしゃった時の誰々が美食伝に加入したらです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。プリコネインフォメパート2。ここではゲームプリンセスコネクトリダイブの最新のキャンペーン情報をお知らせします。スタミナ消費時、プレイヤー経験値獲得量、マスターコイン獲得量がそれぞれ 1.5 倍となるキャンペーンが7月1日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、対象クエストクリア時に獲得できるプレイヤー経験値、マスターコインの量が通常の 1.5 倍になります。またノーマルクエスト、成績調査、神殿調査クエストドロップ量、ダンジョンマナドロップ量がそれぞれ2倍となるキャンペーンが7月1日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、対象クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。そして探索ドロップ量2倍キャンペーンが7月6日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、探索クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。さらに7月1日からハードクエストドロップ量2倍キャンペーンが開催予定です。キャンペーン期間中、メインクエストハードクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。さらにさらに、7月6日からノーマルクエストドロップ量2倍キャンペーンが開催予定です。キャンペーン期間中、メインクエストノーマルクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になりますよ。これらのキャンペーンを駆使してギャラを強化しちゃいましょう。以上、プリコネインフォメパート2でした。プリコネチャンネルリライブ。私だけを見てて、さて今回はプリコネームシルバーペンギンさんからのリクエストで、プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング18よりねえねえプリーズを聞きながらお別れです。シルバーペンギンさんからはメッセージもいただいています、うん、ストーリーイベントハッピーチェンジエンジェルズのエンディング曲で、テンションが可愛い2人の歌声をさらに可愛く彩っています、うんうん、ヘッドホンで聞くと左からより右からあかりが歌ってくれるパートがあるのですが、私はそこが大好きですということでした。こんな風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けています。お気に入りの曲、思い出の曲、投稿お願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿を心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームしそっぱお兄ちゃんさんです。盛り上がりましたね。王子、ありがとうございました。ありがとうございます、プリコネームしそっぱお兄ちゃんさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp、 プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第249回は7月7日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。そしてゲストのお知らせです。イエーイ。次回第249回にゲストとしてゆい役種田梨沙さんがいらっしゃいます。うわー、嬉しい、楽しみ。種田さん宛てのメール、ショートドットのコント台本、プリコネ大喜利、ゆいが美食伝に加入したらの投稿お願いします。んではプリコネチャンネルリダイブ第248回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、実に面白い回でした。面白い回でしたし、今なんだったら餌をもらいました。何ですか？夏服はどうですかと。
制服の。そうですね、私たちは学生服のね、ブレザードだったなんだって言って、夏服はまだ想像してなかった。そうですわね。どうですか、ベスト。ベストがいい。あなんて言うんだ、あれベストだった。そうベストはね、ベスト。薄手のニットベスト、サマーニットベスト。いいですね。はい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 、がいいです、うん、あのボタンついてないやつ、前にボタンついてない、うん、あかぶるやつ、ね、かぶるパターンのやつ。夏服ってさ、はい、あのブレザーだとシャツの下にカラー T シャツを着るやんちゃ坊主が、いましたね。やんちゃ坊主がいた。あれかわいいな、うん、そうですね、派手でいいですよね、うんうん。どうだろうな、あとあのズボンの裾をまくる子とかもいたじゃないですか。いたな、まくってほしいな。カヤピとか似合ってほしいな。まくってほしいな。足首見せてほしいな。うん、足首見せてこう。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 見せてごらん。いいな。あー、淑女なんで終わりです。皆様ごきげんようということで。ごきげんようですね。はい、また来週お会いしましょう。ゲームもラジオも楽しみに。バイバーイ。